こんにちは、快適アート塗り絵チャンネルです。今回の動画は3枚目の塗り絵のパート3ということで、キラキラ絵の具を塗っていきます。使う絵の具はこちらです。ファインテックプレミアムのフリップフロップセットの中から1色選んで使っていきます。こちらはセットなんですが、単色でも購入できます。偏光顔料の絵の具で、今回使用するのは青と紫に変化する絵の具です。呉竹の顔彩炭笔スターリーカラーズセットから2色選んで使っていきます。淡金色と白金色を使用します。ホルベインのアクリリックイリデッセンスクロマパールイエローとクロマパールブルーを使います。ターナーのアクリルガッシュラメクリアオパールとアンティークブロンズを使用します。こちらは今プレゼントキャンペーン中で、この U35 アクリル絵の具のセットとアクリルガッシュのセットをプレゼントキャンペーンをしていますので、概要欄から詳細をチェックしてみてください。こっちが水彩系の絵の具で、こちらがアクリルガッシュやアクリル絵の具になっています。まずは水彩系の絵の具から塗っていきます。偏光顔料の絵の具はメタリックな感じの発色です。若干暗く見えたりもする色味ですので、あまり全体には塗らずに所々隙間を空けながら影になるようなところに塗ってみました。顔彩炭笔の淡金色を使います。光ってない時は色味が見えにくい絵の具です。羽の付け根の部分に塗っていきます。こちらの白金色もそのままの状態ではあまり色が見えない絵の具です。タンポポの綿毛の部分に塗っていきます。真ん中の方を濃くして、周りの方を薄くするような感じで2段階に分けて塗りました。光の角度によってはほとんど見えないんですが、光らせるとこんな感じです。次はクロマパールイエローとクロマパールブルーを使います。まずはイエローの方から使っていきます。かなり水を入れてシャバシャバにして使っています。これは肌の部分や髪の毛の黄色いとこ、そして羽の黄色いところやタンポポに塗りました。これも見る角度によって全然見えないので、こう傾けたりしながら塗ると多分わかりやすいと思います。次はクロマパールブルーを使います。髪の結び目に近い部分を青っぽくして、あとは羽の部分に塗っていきます。次はアクリルガッシュのラメクリアオパールを使います。こちらも水で溶かして塗りやすい粘土にして塗っていきます。私は1層目はかなりシャバシャバで塗りました。ラメが結構大粒で偏って塗れたりしやすいので、1層目でしっかり絵の具の層を固めてから上に何回も重ねていく感じでラメをたくさんつけるようにしています。一気にラメをつけようとしちゃうと、結構こう下の絵の具がよれたりしちゃうので、
1回目はささっと塗る感じで重ねて調整していきます。次はアンティークブロンズを使って、小物の細かい部分を塗っていきます。ここはちょっとシルバーにするかどうかも迷ったんですが、アンティークシルバーっていう黒っぽいシルバーとか、あとはこの前紹介したシグノの銀色のボールペンとかでも多分可愛いと思います。最後はちょっともっと白くしたいとこに白いボールペンで加筆して完成です。こんな感じで完成しました。配色についてですが、この背景の部分がこういう風にちょっと流れを作ったような感じで塗ってます。すでにツイッターでやってくれてる人もいたんですが、この背景のタンポポは右から左とか上から下に色味を変化させるのも可愛いと思います。背景と羽の部分は吉祥の顔彩を使用しました。肌や服などはエズミの銘を使っています。呉竹の顔彩単美の淡金色と白金色、ファインテックプレミアムの青と紫の平衡顔料の水彩の具、ホルベインのアクリリックイリデッセンスのクロマパールイエローとクロマパールブルー、アクリルガッシュのラメクリアオパールとアンティークブロンズを使用しました。動画のパート1では背景にふわふわ模様を作るバックランという技法を紹介しました。ここら辺がバックランで作った模様です。羽の部分はこんな感じでちょっと濃淡をつけながら線に沿わせたタッチを入れたりしています。ラメクリアオパールの大粒ラメは多色ラメになっていて、いろんな色のラメが入っているのでこんな感じでキラキラして綺麗です。まんべんなく塗るのが結構難しいんですが、何層かに分けて重ねて塗っていくとこんな感じで全体的に綺麗にキラキラにすることができます。ラメクリアオパールが余ったのでいろんなとこに散らしています。このアイシャドウもね、ちょっとキラキラにしてみました。あんまり光ってない時は銀色の粒みたいに見えるので、あんま塗りすぎると多分絵が暗くなっちゃうんですけど、光った時にすっごい綺麗な絵の具だと思います。というわけで、この3回分の動画でこちらの絵が完成しました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。